あ、そうだ、太陽さんの動画見よう。オーバーチリーガー時代の太陽の一日。何これ 無職。言いますか。ピピ。皆さん、おはようございます。現在、朝の8時です。じゃあ、あんまりコメントしないでみるか。してきます。行きます。ちっか日本人の濃さじゃないの。あんまかぶせないでいこう、発言は。カウトからって、ヒゲとか剃って、行く準備、あと少しで整いますので、ちょっとカバンとかに機材とか入れて、出かけたいと思います。じゃあ、これから、行きたいと思います。Good morning。朝は基本的に8時起きなんですけど、8時に起きて、まあ、準備とかぼーっとしたりして。早いね。8時40分ぐらいで、そこから Uber、まあ、タクシーを頼んで練習場に出勤する感じですね。練習場スタイルか。これから出勤していきたいと思います。あ、そうだ、なんか海外ね、朝昼やって夜フリーみたいなの多いんだよな。8時起きは早いね、でもね。動画の音量上げてください。はい。赤羽つもるさん、サブスクライブでございます。こんな感じかな。練習場到着。オフィススタイルだね。出勤スタイルはね、共同生活しなくていいからいいんですよ、ね。いざこざ起きづらい。とかする人もいますけど、基本的になんか携帯いじったり、朝行く必要があるんだろうか。いじったりしてる感じですね。まあやる人はやるみたいな感じか。ご飯来たらまた見せます。ご飯届いたっぽいです。今日は何なんですかね。なんかパンに卵にフルーツです。今日卵とフルーツが一緒に入ってる。Super. How was the food? Very good. はい。10時になりましたので、これから反省会に行きたいと思います。反省会朝なんだ。あ、リスター。え？昨日の分見つつみたいな感じかな。今日の目標を決めつつ。10時37分。 What the fuck was that? Disgusting. 失礼いたしました皆さん。10時半のスクリーム7分遅れですけれども、8分遅れですけども始めたいと思います。壁紙どうしちゃったの。10時にスクリーム始まるんだ。はい、とりあえず練習
の休憩時間におやつを調達しに行きます。12時半ね。 Hello. So handsome. Dude, I wish they came with like those like natural bars that are... Wait, where's this one? Very good. スーパーありがとうございます。オーガニック好きなのかな。今日はスーパーのおごりです。そんでコーヒーも買ってもらいます。全部買ってもらうんだ。I think they changed it because it used to taste different, but now it's like much more. I feel like it's much more smooth than it like used to. Ooh, my hair just fell out. Oh, nasty! They probably changed the cheese. Thank you. And.部屋に戻ります。オープンオフィスだからいろんな人がいるんだよね。これあれだろうな、人によってはブチ切れるだろうな。オフィスに戻ります。はいはい。練習再開。出勤スタイル。はい、今日の練習終わりました。みんな今くつろいでますけど、これから反省会です。 Hello. 練習終了。ありがとう。ありがとう。なんか人多いね。何人いたんだろう。太陽さん顔こ。反省会が終わったので晩飯です。夕飯の4時か。 What is today's dinner? I don't know. So maybe it is right. お肉っぽいですね。こうやって毎日夜ご飯が支給されます。今日の晩ご飯はこんな感じです。野菜が少ないですね。残念。あ、ガッテン。イケメン。俳優、俳優みたいな感じね。反省会もご飯も終わってみんな、まあ、観光地退勤ね。人もいれば、まあ、これから帰る人だって。やっぱ朝昼やって夜帰るの多いよね。おさんにスクリームできればな、日本でも。基本的にみんなそうなりそうだけど、ね。配信しない人は練習場6時までランク待って回してねっていう約束で、配信する人は帰っていいよって感じです。はい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 って感じですね。はいはい、ありがとうございます。はい、さようなら。 So we have two open spaces here. Yeah. はい、練習から帰ってきました。 Hello. 今からゴミ捨てをして、昼寝をして配信をしたいと思います。綺麗な部屋だな。じゃあちょっと昼寝する前に部屋紹介をしていきたいと思うんですけど、まあ、クローゼットがこうやってね、鏡張りですげえなんか高級感あるんだよね。ありがとうございます。こんないい部屋に住ませてくれて。まあ、なんか家具とかないですけどね。こうやってここにベッドがあって、配信用の机があって超オンボロなね、あのトイレットペーパー2個の上に香水の箱の上にカメラ入れてんだよね。太陽さんっぽいマイクだったり、そしてね、酒粕なんでこうやっていっぱい酒、うん、全部飲み終わってるんですけど、いっぱいありますね。これあれじゃん。いや最高かよ。悪いやつじゃないのこれ。そしてね、40% とかの。あのリビングがそのまま飲んでるのもしかして。もう、はい。八海さんあった。何もないんですよ。何もがない。うん。家具一つない、ゴミ箱ぐらい。そしてね、これさ、もう冷蔵庫の中とか何も入ってない。何もない。このビールぐらいしか入ってない、ね。ご飯食べないもんで、みんな練習場で食べてるから。まあ、超ゲーマンっぽい家っすね、何もなくて。リビング使うことはほとんどないです。というわけで僕は。配信前の昼寝に入りたいと思います。まあ昼寝という名のね、いや心のねあれだから、瞑想時間だから、まあ昼寝じゃないかね。じゃあまた
はい、皆さん、どうも、お昼寝から起きました。これから配信を始めていきたいと思います。なので、配信が終わったらまた皆さんお会いしましょう。というわけで、まあ眠いけど配信やっていきたいと思います。行ってきます。入場、配信ポチりました。誰も見てない、早くみんな来て、ファミキーを。はい、配信なおです。やっほー、皆さんどうもどうもどうも。誰も気づいてないね。うん、配信なおです。はい、現在11時半ぐらいですね。配信終わりました。今日の配信はオーバーウォッチとエイペックスをやらせていただきました。楽しかったですね。はい、というわけでこれから僕はどうしよう。まあすごいね。でも9時スタート、10時スタートプロテイン、今日あの筋トレ配信だったんで、プロテインを飲んで寝ます。ようやるね。シャワー入って寝ます。うん、なんか僕の一日どうでした？なんか正直あんまおもろいことあんまないんだけども、ゲームしてゲームしてゲームして寝るみたいな。ゲーム付けだね。まあ海外のプロは配信とかするならこんぐらい忙しいですね。まあそうね、配信するならね、うん、まあなのでもなんもないですけど、皆さんご視聴ありがとうございました。またなんか日本とか帰ってとか、なんか、まあ、大会とかあったらまたこういうブログ撮っていこうかなって思ってます。では、お疲れ、バイバーイ。面白かった。なるほどね、まあ、配信込みでこの時間はすごいね、うん、選手って感じや。朝起き、練習自体は配信息抜きとかにならないときついだろうな。息抜きに配信できるぐらいじゃないと。冷蔵庫も公開するか、うん、非日常。まあそうだね、もう俺の生活も人のこと言えないけど、実はスクリームは12時から、え、違う、15で、まあ13時ぐらいに話し合いとか始めてたね。12時ぐらいにウォーミングアップとか始めていろいろやって、まあ夜11時とかに終わる。でそっから配信だったね。普通に考えて不健康だなこれ。でもね、朝昼との昼にスクリームやろうって言ってもね、いないんだよな、釣ってる人が。流れは大体同じだね。時間は違うけど。殴り合いの喧嘩にならないでしょ、絶対。なんで日本の練習って夜がメインですか？もともと仕事してる人、仕事とか学生とかは学校終わりに練習しますで夜になったのかな。まあ別に海外とか、韓国とか中国も同じだと思うけど。アジア圏。で、フールでやってる人たちが、健康体でやるとか、で、進んで、それが進んでって、今のアメリカとか、ヨーロッパもだけど、朝昼スクリームして、夜フリーみたいになったんじゃない？全然健康的でいいなって思うな。できるならやりたいけどな。朝昼試合、夜フリー。あ、じゃあもうおすすめ。トゥルル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